こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ちょっと見せたいものがあるんですよ。見せたいもの、この間もなんかそうそう、その前の続きなんですけど。お、続きなんですね。結構前に買ってたんですよ。ああ、コロナになっちゃって、ちょっとそれもなんか待って、買ってからちょっといろいろしなきゃいけないもんだったんで、はいはい、すぐ見せれなかったんですよ。それが届いたんで、お、ついに今日見せていきたいと思います。はい、こちらです。はい、映ってんのかな、これ。マルジェラっすね。マルジェラっすよ。この箱はやっぱりもう靴でしょって感じだと思うんですけど。まあそうですね、靴の大きさですよね。このデカさはブーツじゃないですか。確かにそうです。スニーカーとかではないんですか。マルジェラのブーツといえばもうあれじゃないですか。あれですか。行ってみましょうか。じゃあカレンダータグついてますね。映ってないかもしれないけど。で、なんか靴入れる、なんて言うんだろう、シャンプーハットっていうの、シャワーハットみたいなのがついてきてますね。はい、2つ両足分入ってきてるんで。ああ、なるほど、なるほど。カップルでもかぶれるっていう、頭に感じになってますね。そういうのなんですか。はい、なってますね。ああ、なるほど、はい、カップルでもかぶれます。優しいですね。優しさが、やっぱ高いっすからね、そこそこ。ああ、なるほど、優しいですね。じゃあ、いきますよ。はい、このですね、つま先が特徴的な足袋ですね。足袋ブーツです。めっちゃいいですね。現物を僕初めて見たかもしれないですね。まあ、なんかインスタとかそういうのでは見てましたけど、かっこいいですね。思ったよりフォルムが綺麗だよね。なんかスッとしてるというか、なんかこう、そうですね。一応裏貼ってるんですよ。これ裏貼るのに時間かかったんですよね。本当はここないんですよ。ああ、そうなんですか。このままこのベージュ色のが上まで来てる、はい、続いてる感じですか。はい、ビブラムを貼って。ビブラム貼りました。これがおすすめだって言うんで、靴屋の人がマルジェラのブーツの人はこのビブラムつけるてるよみたいな感じで言われたんで。あ、そうなんですか。そう言われたらやっぱりちょっと断れなくて、それでって言いました。まあ確かにそれでって言うしかない。ちょっと高そうだなと思いながら、はい、5000円ぐらいだったかな、貼るのに。これ金額プラス5000円が乗っかりました。まあ、ただこれ値段がですね、超安かったんですよ。あ、そうなんですか。そうっす。定価が十何万でしょ、確かこれ。そうですね、十何万ですね。これユークスで4万7000円くらいで買ってるんですよ。え、5、6万の3割引きみたいなのが来てて、その時にこれ買いました。じゃもう半額以下ぐらい。半額以下ぐらいですね。もう全然半額以下っすよね。めちゃ安いっすよね。5万切ってるんで、もう5万切ったら行ってやろうと思ってたんですよ。これずっと値段下がってってたんですよ、こう。ああ。まあ、各色あって、他の色は結構早めに売れてたんですけど、この茶がですね、サイズ結構揃ってて、あ、最初何部だったんだろう、6万か7万ぐらいだったのかな、はい、がどんどん下がってって、で買いました。できれば3万台になったら一番嬉しかったっすけど、多分そこまではないなと思ったんで。まあそうですね、3万台までいったらなんか他の人が。そうです、転売できちゃいそうですもんね。なんでもう5万切ったら買おうと思って買いました。これで5万なら、ってたら全然。ありっすよね。全然ありですよね。ただつま先割れてる意味ってあんのかなって買ってから思っちゃったけど、どうなんだよ。じゃあ買うなやって話だけど。つま先割れてなかったらなんかわかんないじゃないですか。普通のブーツですよね。普通のブーツになっちゃうんじゃないですか。普通のなんかレディースのブーツみたいになっちゃいますよね、これ。特にタグとかもまあここについてるぐらいで、僕ヒールのやつが欲しかったんですよ最初。はい、なんかぺったんこのやつもあるじゃないですか。そうですね。とこの3センチヒールと多分7センチヒールみたいな感じで、このヒールの高さが欲しかったんで、すごいちょうど良かったんですよ。黒だったらもっと合わせやすいのかなって感じするんですけど、まあ、茶でも全然合わせやすそうですね。いいですね、これは。いいっすか。あんまり普段なんか良さそうな雰囲気を醸し出してくれない方ですけど、いいっすかこれは。いや、めちゃめちゃいいですね。ちょっとこれ履いて生きて街歩こうかなと思って。めちゃめちゃ生きて歩いて大丈夫ですか。うん、いや、これ早くね、もう履きたくて、もう早く紹介したかったんだけど、なんせコロナになっちゃったんで僕。そうっすよね。めちゃ久々ですもんね。そうっす。もう履きまくりますよ、これ秋。ちょうどいいんじゃないですか、今ちょっと。そうっすね。9月になって、時期的にもちょうどいいですよね。珍しくちょっといいってのが聞けましたね。だいたいいつも、みたいな、それ買ったのみたいな雰囲気出されるから。いや、よかったっすね。いや、いいです。めちゃめちゃいいです。価格がいいじゃないですか。いや、そうですね。価格が、なんか。価格がいいっすよね。でもこれ10万とかで買ったらまあ普通じゃないですか、正直。まあ、そうっすね。あ、買ったんだみたいな感じだと思います。やっぱり
5万切って買ったっていうところに良さがさらに乗ってきてますよね。プラスされちゃいますよね。ですよね。これちなみにですね、はい、買ったのが、はい、動画を見てくれてる人は分かると思うんですけど、釧路に買い物行った日の、はいはい、帰ってきた後の家で買いました、これ。散々お金使った後にこれ買いました。結構使った。もう終わってますね、今。今、金ないんですよ。前のシュプリームの動画で言ってるんですけど、マジで金ねえんですよ。もう借金まみれですよ。借金まみれですよ。借金まみれですか、でも買っちゃうんですよね。そうですね。まあ、いっぱいあるんで、もう。うまく回せ。うまく回せ。まあ、そうですね。やってみます、ね。これね、ほんと一回入っ、一回っていうか、一回足は通してるんですよ。ああ、そうなんですか。黒も欲しくなりますね。ここ履いちゃうと。黒はでもその値段で買えないんじゃないですか。黒高そうっすよね。黒は結構高そうっすよね。普通の値段でなんか買う感じじゃないですか。10万は無理っすね。7とか8ぐらい。いやでも7とか正直8とか行くんなら結構、新品でか、新品で。迷いますよね。旅の黒を買うのか、あと、まあ、サンローランとかでもかっこいいブーツあるんですよ。チェルシーブーツみたいな、はい。そういうのもなんかこう、価格的には視野に入ってきちゃいますよね。まあまあ確かにそうですね。まあでも履いたら本当に良かったっす。すごいなんかこう、スッとしてるというか、綺麗というか。はいはい。これ服好きならいいのかもしれないですけど、これ服好きじゃない人見たら、これクワガタにしか見えないんじゃないかみたいな。ねえ。まあ確かに。メリットあんのかって話ですよね。あとはこのなんか、閉じるとこがなんかホックになっててですね、これ。こういうホックになってるんですけど、これが果たして履いてる時に外れてこないのかっていう不安もあるけど。外れそう。そうなんですよ。なんか、今履いてないからちょっとわかんないですけど、なんか。これあれです。旅ソックスじゃなくても、意外にいけちゃうんですよ。あ、そうなんだ。ここでも、割れてるっすけど。割れてますよね。なんか、足の指ギュッて挟めば。あ意外にいけちゃいます。入っちゃいます、これ。あ、そうなんですか、ね。はい。一応、旅ソックスは買ってきましたけど。あ、買ってきたんですね。買いました。ユニクロ行って買いました。あいや、そうですよね。まあ、そっちなんか多分きっといいんでしょうね。でも意外にいいっすよ。っていうか、まあ、いいに決まってるから。いやいや、絶対いいっすよ。ね、この値段で悪かったら、いや、そう、多いって話ですけど。そうって感じですよ、ね。そうそうそう。でも良かったっす、これ、普通に。いや、絶対いいですね。これ入って、ちょっと飲みに行って、モテるのかっていう。モテるのか。モテるのか。モテはしなそうですね。女子受け悪そうじゃないですか、どうですか。服好きな人とかだったら僕結構これ、まあまあまあ。食いつくと思うんですけど、一般の女子とかだったら、これ食いつかないと思うんですよ。なんで割れてんのってなりますよね、多分。僕だって昔スナックみたいなところに行った時、はい、オールデンの子供の V チップ履いてったんですよ。はいはい。デニムロールアップして、はい、したらなんか僕的にやっぱオールデン履いてるからちょっとやっぱオールデン履いてるぞみたいな感じになるじゃないですか。いやまあまあそうですね、気分的には。ただその女子的には石田純一ってずっと言われて終わりましたから。ああ、そんなもんですよね、きっと。いますよね。だからこれを見て、ああ、レゾンマルジェロのトリルだってなるやつがいるのかって話ですよね。逆にいたらそっちの方がどうなんだって思うけど、俺は。そっちの方が逆におかしくなっちゃうけど、一般枠からはちょっと飛び出てくるのかなって感じですよね。足矯正の靴じゃないんだ、あの外反母趾のって感じですよね。ありますから、外反母趾のスニーカーみたいな、こういう風になってます。いやー、ありますけど、はい、確かにモテはしなさそうですね。タビの黒、カズマが買えば、はい、まあ、お揃いで飲みに行けますね。ああ、そうですね、お揃いで。そうですね。親子って言われますよ。親子ってコメント来てますね。多分虫だ。女の子は寄ってこないですけど、虫は寄ってくるんですよ。小林にはきっと持ってるんです。そうです、小林には持ってきます。はい、こんな感じで。どうすか、びっくりじゃないですか、結構。いや、結構どころじゃない。まさかこれ買ったとは思わなかったでしょ。いや、思わないですよ。なんか、まあなんか、靴かなとは思って。まあ、靴っすよね。僕だったら靴っすよね。靴かなとは思いましたけど、俺行くかなみたいな。さすがにね、靴っすよね。まあ、まあ確かに値段聞いたら、まあ、感じですけど。何やってんだって話ですからね。散々買い物して帰ってきて、お前はまだ通販のサイトを見るのかっていう話だけど、見たんです、たまたま。ああ、たまたま。飯食いながらこうやって携帯で、ピッピッピッって見たら、おお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 って言った時にはもう、ああ、もう惜しくないって言ってました。でも見てよかったですよね、その時。よかった、それ。よかったっていうか、まあ僕1日にもう5回ぐらいは必ず見るんで、ウォッチリストみたいになるんですよ、なんか。ああ、はい。あれもなんかもう100件ぐらいまで入るんですけど、多分90件ぐらい入ってるんで。ああ、なるほど。そうです。もうすぐ見て、すぐ買うみたいな。というところで、ところで、今日はメゾンマルジェロの旅ブーツを買ったよっていうお話でした。そんな感じで。はい。じゃあ、今日はご視聴ありがとうございました。
バイバーイ。